ウクレレピクニックが、はい、ソレイユの丘っていうところでやってたことがあるんですよね。ソレイユの丘に移った時から出てるっておっしゃってました。その前逗子マリーナでやってたんですけども、まあ、アルファキューブってね、もともとそのすごい逗子マリーナのそばにあるお店なんですよ。そこのね、有志の方たちでございますね。すいません、あの金田君、真ん中のね、あのハルちゃんのボカランプだけ、あ、ボカランプじゃねえ、ボカのマイクだけ、行かしてもらっていいですか。とね、もう今回からね、MC はハルちゃんがやるって言ってね、あ、僕なんかね、お呼びでないって言われちゃったんでね、 OK、 よしてあげてください。さあ、ハル、どう？ OK？OK ですか。黙ってちゃうかな。マイクがあるんだから OK とか言わなきゃ。言ってみ。OK。OK。どうやって自己紹介するの？マイクにね、喋れないと。ハルが挨拶するから。なんか今年もダメそうだ。今年もダメそうって言ってた去年からね、もう僕がやるって。はいはい、わかりました。僕がやるって言ってね、はい、今年も僕がやるって言って、ね、去年もやりましたよね、覚えてない。ガサキの海じゃない。春マイクに向かってなんか言ってあげないよ、なんかいいねよ。アロハって言うわ。皆さん、アロハ。アロハ。それじゃあアロハゲーム、水ほこの試合お任せします。ハル、頼むね。はい、アロハゲーム、水ほこの試合です。10年連続10回目の出場です。僕は2歳から出てました。ベテランです。しらすで有名な鎌倉材木座から代表です。出てます。今日は1曲目にアロハ枝豆と2曲目に世界の終わりの RPG を歌います。歌って踊ってレッツゴー。
ありがとうございました。あれまだなんか仕掛けある？ないよ。終わったの？拍手お願いします。びっくりした。もうなんか仕掛けがあって俺出て飛び出しちゃったのかと思っちゃって。なんだなんだなんだ、誇らしい屋の皆さん、アロマキューブの、ね、皆さんでした。あ、お疲れ様でした。ギターの方ね、ほんとかっこいい。あのズボンこうめくってるっていうかあれなんだけど、靴下ちゃんと脱いでるってなんかね、どうすごいなと思ったんですけどもね、素晴らしいです。さあ、湘南地方の、ね、人たちが続く